愛ちゃん進化したからな。だいぶ進化しましたね。そうっすね。だって、まあ、まっちゃんともほら、2年間話してるじゃないですか、ずっと。だから、結局、なんだ、思考がどんどん変わってきましたね。やんまりね。いや、だから、本当に見え方が、180度変わりましたよ。どう？やっぱりあれ、近所の人に、知り合いの人に変人やと思われてんの？いや、変人というか、家族に変人って思われ始めましたね。いや、やっぱり、やっぱ思考が変わるじゃないですか。そうすると、相手に対する課題も変わるわけですよ。で、発見する内容も変わるわけですよ。そうなってくると、思った以上に、ちょっと面白いことが起こるなっていうのは思ってますけどね、やっぱりね。怒るやろ。怒る。で、だから、明らかに僕の行動パターンが変わってくるんですよ。そう、変わってくんだよ。変わってくるんです。そうなってくると、今度は家族が、ただ、家族の帰りが出てくるから、やっぱり変わり者になってくるから、まあ、だから金稼げるんですけどね、とは思うんですけど。まあ、金はどうでもええねんけど。まあ、でも結局でもそこに、要は、なんなんだろうか、か。でも簡単に言うと、気楽になったやろ。まあ、だから自分の芯はできましたよね。だから、自分の、芯っていうか根っこはできたから、ブレなくはなったよ。って思そう。いましだたよ。から、まっちゃん動画ええねんで、これ。みん本当な。はいいんですけど、この効果、あんまり、真剣にやらなければ、効果が出ないから、やっぱ真剣度ですよね。やっぱりね、いかに真剣にさせるかですよね。まあ、毎回聞いとったら勝手にそうなっていくから。まあ、勝手に聞くかどうかわかんないけど、やっぱ僕とかまっちゃんのとの温度に合わないとね、意味ないかもしれないですけどまあ、ね。まっちゃん動画のええところはな、気楽になるんよ。大体。まあ、確かにそんな深く考えなくてもいいやんっていうふうになりますからね。で、変な人になっていくんやな、だん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 。はい、今日は、2024年10月21日。21、10月21日月曜日朝7時10分でございますと。はい、今日も朝7時10分のニュース。よろしくお願いします。1時間お願いします。今日はニュース世界のニュース？大したないけどな、もう、ないっすか？ないっすか？もう、行方が決まりだ、始めてきたっていうかな。もう世界の行方はもう決まり始めだった。なんていうかな、もう本当、もう順調にその通り、もうシナリオ通り。シナリオ通りに行く感じっす か？今週の大きなイベントはブリックス首脳会議ですな。ロシアであんねんけどな、火山かな。なるほどブリックねー。ス首脳会議、サウジが出てけへんと、お休みしますと。なかなかサウジも手今ごわいな、週あれ。サウジとかインドってなんか本当手ごわいんですよね。二枚舌っていうかな。そうなんどだ。っちつかずというかな。うまいこと渡るというかな。まあ、自国優先というか、てめえとこのもう、なんていうかな、この経済最優先というかな。生き残りをかけてるからな、サウジも今な。まずはなんか、ウクライナはあれなんですね。平和サミットが今月15と16日について開催されたんですあ、そね。れ平和サミットっていうのは金くれサミット。金くれサミットか。金サミットか。なるほどね。金援助してくれと思って。なるほどね。ブリックス首脳会議が面白いぞ。だから、どういうアナウンスが出るんかわからんけど、いよいよ、ちょっと見えてくるんちゃうか？なる新ほど通貨っていうのね。が。新通なる貨。ほどね。はいはいはい。発表、多少は匂わすかもわからんぞ。新通貨体制。本気ですか？それ。本気でやろうとしてる。もう、組み上がってるっちゅうわ、だいぶもう。だから今までは貿易通貨とか決済システム、スイフトみたいなやつな、西側の。これやったんやけど、多分一般的な、いわゆる、小売りとか、あと、何やったっけ、公共交通機関使うとか、そういうのにもそろそろ、なんていうかな、準備、ある程度形は、大枠は出来上がりましたよっていうのが発表するかもわからんの。だから、ブリックスの域内で使うような、交通基盤のデジタル通貨、ブリックスペイみたいな。ブそうレイいう、クそうそう、いや、ブリックスペイって言うんですよ、本当に。マジって言うんですか？本当ですよ。それはもう、本マですか？それ。それはゼロヘッジで出てましたよ。だから、ブリックスペイなるもの。ここまで来たわと。
あ、そんなの出るんですか？ええー、どうマすんの？ジ？でマも、ジトランプが大統領にで？なったら、私もブリックス入りますってアメリカ言い出したらどうなんだよ。どうなんですかね？それわかんないけど。どうなんのかどうな。なるんですかね？ね、本当ですよね。日本どうすんのよ、残された欧州と日本みたいああ、放置されるんじゃないですか？な。相変わらず放置だ。放置プレイやな、完全にな。相変わらず放置プレイな気がしますけど、どうなんでしょうね。わかんないですけど。だからまあ、そういう、ね、だからまあ、ウクライナというか、まあコロナやな。そこから始まり、まあ、もっと言うとリーマンショックの時ぐらいから始まってんだけど、2008年ぐらいかな。ああ、なるほどね。はい。要は、米ドルですな。今の米ドルというものの、その担保価値というかな。要は、この不換紙幣ですな。こ不れ安心の、そのね。信用力っていうのがこれからどうなんの？みたいなことで、まあ、特にウクライナが始まってから、ゴールド各国、ブリックス諸国は各国こぞってゴールド集めてきたわけですな。で、それが、ゴールドという担保を、あとエネルギー、資源エネルギー、穀物というのをバックにした担保を持ちながら力を増してきたと。で、ここへ来て、ブリックスペイなるものみたいな。そういうものを組み上げていくと。もう、あと2年ぐらいで、実際にもう動き出すんちゃうか？ 1 年半ぐらい。これ出来上がると、はい、どうも、お役目ごめんですってなると思うよ。はい、ここで終わります、みたいな。はい、ドル、あなた終了ですから、みたいお役目ごめん、さようなら、な。おみ役たいな目ご感じめん。だね。はい、そんな感じでしょうな。なるほどね。そんな大きな動きがないって感じなの。大きく動いてるんですよ、ブリックスは、だから。だから西側は大きく動いてるのは言ってるようにイスラエルの敗北とともにこの戦争は負けと。要は米英ですわな。アメリカ、イギリス帝国の負けですと。いうことで決着になるんですわな。だからそれを終わらせる役目はトランプです。はっきり言ってるわけですからな、あの人。俺が大統領になったら戦争終わらせるとすぐと。終わらせるん違うか？だから、今ロシアにかけてる制裁、その金融制裁ですな。凍結してるでしょ、ドルなんか、ロシアが持ってる。あれももうその解除すると。要は制裁を和らげますよみたいなことになってくるんじゃ、トランプが出てきたら。ただ、言ってるように、まあもうアメリカ大統領選挙ですが、もう本当あと2週間で、2週間ですよ、あと。ええかな。また撃たれる思うぞ、俺。どこに打たれるんです か？トランプはまたトランプ打たれるの？襲撃されるみたいな。ああ、そうなんですね。やるん違なるうほど。かな？あと2週間？あ、あと2週間。劇的なこと。頑張る感じですか？あと2週間。劇的ななんかことになっていくん違うか？そうか。ただ、なるほどね。選挙なんかやるんかやれへんのかできんのかって思ってたけど、どうもやりそうにも見えるし、なんかやる気あるとか風にも見えるけど、で、ハリスがここへ来て弱い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 って言われてるわけでしょ？なんかしそうな気するけどな。まあ、あとはもう一撃何かしらを裏工作でやるってことですか？あと集計機？ドミニオンか？ドミニオンっていう機械あるやろ？あれ、大丈夫か？みたいな。また何かするん違うんか？みたいな。まあ、あれも、不正というか、小細工はできへんように、されてるやろうけど、それもな、やっぱりまだ、なんていうかな、そういう、何が何でもトランプになっちゃ困ります勢力みたいなもあるからな、やっぱな。力振り絞るん違うか？いろんな意味合いで。また力のバランスを整えようと動き出すってことなんだから、ですね。イスラエルひっくるめて中東をぐちゃぐちゃにするっていうのが一番ですけどね。やっぱああ、ね。なるほどね。世界的にはな。世界的にはね。なるほどね。中東をぐちゃぐちゃにしてしまって、ちょっと戒厳令というかな。選挙どころではありませんみたいなね。でもまあ、さっき言ったように、今週ブリックス首脳会議で、もう新しい姿が見えてくるってことになってくるんで、もうどうしようもないと思うぞ、もう。もうどうしようもないと思いますよ。どうしようもない。どうしようもないって結論づけちゃうんですね、逆に言っておくとね。いやー、ここまで来たんやな。これ動画初めて2年ちょっとぐやけど、いよいよここまで来たって感じですな。ほんと長かったな、これ。ドル行くぞって言いながらやっと来たと、ほんまに。なほんるほとどね。大詰めまで来たな。そんなところでございます。日本は選挙は27日かな。やったかな。そうやったな。そうですね。やんな。日本の選挙は、
2004年の次回予告だから、そうですね。ちょっと今、調べてますけど。10月の27日ですね。そうだ。に投票しているので、第50回の、衆議院選挙は、ありますね。はい。まっちゃんところの選挙区で投票できるようなやつおらんのよな、したいやつ。白紙やな、もうこれ。マジで白紙なんですおか？らんよ、ほんま、ろくのやつおらんわ。ろくなやつがいない。あ、そうっすまか。あまあ、まあ比例があるから、政党はな、まあ、まっちゃんこうん。のオレンジ色の T シャツ着てるから、このオレンジ色のところにやけど。あ、なるほどね。誰が党今日員、来てるんですか？まあ、いやいや、今日たまたまやから、まっちゃん党員やからな。俺の、自分の名前書いとこうかな、も選挙出たらいいんじゃないですか、まっちゃん。う。めんどくさいわ、あんなもん。まっちゃん選挙出た方が絶対なんかいいかもしれないですけどね。何言ってるかわからないやろ、多分。まあでもなんかたまにこう、まっちゃんみたいな人も一応、なんか出たら面白くないですか？ダメですか？うん、まあ、これから出てくるん違うか、いろいろ、もうちょっとは、そ世うの中からですね。いろんな面白まあいこと。は出てほしいなって個人的には思いましたけど。い、今日のテーマいきましょう。もう行くんですか？早くないですか？いや、もうええやですろ。か？もういいですか？で、今日のテーマ、まっちゃんからいただいたやつなんです。なんで急にあのテーマにしたんですか？いや、わからん。ふっと思いついただけやけど、動画の、まっちゃん動画、今までの中で最大の大きなテーマみたいなやつ。そうだ。だからなんでそのテーマにしたんです壮か？大すぎるな、みたいな。最終回みたいな感じやな、もうこれ。いなんでそのテーマにしたの？や、急わかに。らんけど。わからんけど。神からやってきたの？そのテーマ。いや、酔っ払っとったから、ちょっとようわからんけどな。生きる意味ですね。すごいな、この生きる 壮意味というか。大すぎるんだよ、生きる意味って。壮大すぎるな。壮大すぎるってゴールがねえじゃんって思って。で、まあいろいろまあ。と調べましたけど、生きる意味って哲学的な視点もあるし、心理的加点もあるし、あと自己反省の重要性もあるわ、目標設定の重要性もあるわ、社会的つながりの重要性あるし、人間関係の各段層における変化もあるし、まあいろいろと調べたらこういう結果が出たんですけどね。はい。ねえ、生きる意味って何ですかね？うん。前回に引き続き壮大なテーマやな、これ。壮大な結果ですよね、生きる意味って壮大ね。すぎて、ちょっと言葉にならんねんけどな、生きる意味って。本当だよね、本当ね。やー、面白いな、今日のテーマは。これ、難易度高いぞ、これ、今日は、これ。難易度高いよ。だって、いい意味でも悪い意味でも本当にいろんな結果があるわけじゃないですか、生きる意まあ、味って。誰しもが、考えること。なんだけども、誰しもが考えないことみたいな話どっや、ちこだれ。よって話じゃないですか、正直うん、言っちゃう本当と。は誰しもが考えてると思うんですよ。でも毎日日々日々では誰しも考えてないみたいな。非常に不思議なテーマです。まあ、生きるってことってさ、結局なんだろう、普通に生きてれば、寝て起きてっていうだけでも、自然って意識しなくても発生することじゃないですか。でも、よくよく考えると、生きるっていうのって自分の意識的にやんなければ生きることってできないわけじゃないですか。要は、結局水分取らなければ死ぬわけだし、食わなければ死ぬわけだし、結局、なんだろう、1日2日はいいかもしれないけど、1週間飲まない、食べないだったら死ぬわけじゃないですか。そうすると、やっぱみんな自然と生きる選択をしてるってことですよね。結果的には。うん、まあ、それは、一義的には、まあ、水も食べ物も健康もそうやけど、一義的には自分で、自分の生命を、こう、維持そ、えー、維持してるっていうかそう、でな。も、うん、生きるためにこうしてそまれすみたいがな。なんか、僕思うのは、その使命感にもつながるなとは思ってるのは、その、生きるというありがたみが失ってるよね、この人類はねっていうのはすごく思っていて、例えば、戦争とかやってる地域であれば、生きるという重要性っていうのを再認識するんだけど、例えば日本みたいに、こう、伸び伸びというところっていうのは、生きるって定義から離れてしまってるんじゃないかなってすごく最近思うんですよ。ってまあ、なると、あれですよね、結局はね。一義的にさっき言ったように食べ物とか飲み物とか、生命維持するために自分はこういうことしてますっていう感じはあるけど、実際問題な、内臓とか心臓とか、意識してる？心臓が勝手に動いてるだけなんだ。全然、だから、それそうすると、もう当たり前にあるものというに誤認しちゃってる。例えうん。ば今、5体満足だってそうだけど、失えば、
ありがたみってわかるんだけど、失ってないからありがたみすら分かってないっていうのが、今の現状になってから、要は大事にしない、いや、そげにしてしまう。結局なところ、体を使う仕事もそうだけど、全部に対して、要は、無限に扱ってしまう。で、最終的に比例して倒れてしまった時に初めて生きるという意味を追求できる。それは遅いんですよね、とは思いますけどね、本当まあ、にそうね。いう時じゃないと気づかんっていうのは本来でしょうまあ、本ね。来はそうなんだけど、でも、やっぱり人類がもうちょっとそのバージョンアップさせるのであれば、今の段階からすごい元気な時の状態から、その生きる意味というのは追求した方がいいっていう意味のテーマであれば、本当にその通りなんだよなっていうのはすごく感じますけどね。まあ、さっき言ったように、この心臓なんとか、肝臓とか、勝手に動いてるわけですからな、これ。そうですね。勝手に自動的に動くわけだから、それって逆に人間すごいなってのは思うし、逆に言ってしまうと、そこに脳という要素も入ってきて、どんどん賢くなっていくっていう部分に関しても、すごい面白いなっていうのはすごい定期的に思いますよね。やっぱりね。それは最近すごく感じますよ、やっぱり。だから、まあ、なあ、脳は勝手に自動計算するし、内臓は勝手に動くし、ってただ考何、えると、本当ね、思いますよ。本当に自分で生命維持してんのかみたいな。なんか結局なんか、AI 誰じゃがないやっかってん思のいみまたいすな。もん。自分が、だから自分自身がなんか AI じゃないかって最近思いますからね。思っちゃいますよ。結局なところ、自分自身が AI によって作り出された存在じゃないかっていうぐらいに誤認をするときがたまにある研究してる。いや、そうやと思うぞ。あ、そうですかね。そっちの方が正しいと思うぞ。肉体に関しては。仮の姿やから。やっぱそうやと思うぞ。やっぱりそうか。やっぱなんかそうなんかね、研究し始めると、そうじゃねえのかなと。から、脳みそっていうか脳というかな。自動計算システムでしょ。そうね。だから多結局、分、あれやと思うぞ。その作られたもんやと思うぞ。だよね、そうだよね。結局のところ、人間が構築されて作られてるから、それが自然発生して、自然に、ただ単純に動いてるから、たこれだこな、そ AI じゃんと意思って識るのよ。部分ってあれやろ？前回え？の話じゃない。意識の部分な。魂の部分な。心の部分な。これは多分違うと思うんですよ。感情ってことだよね。感情というより、じゃあな、心？例えば、心？自心？動計算する脳はどこにあんのって言ったら、ここですってわかるでしょ、みんな。で、心臓は何の役目するのってわかりやすいやん、ものすごい。物質的な感じでわかりやすい。ロボット的やんか。でも心、魂ってどこにあんのって言ったら、わかる？なんとなく。わからんやろ。脳みそのね、みたい心と魂の定義がね、また微妙にずれてて難しいと思うんですよな。でしね。ょ？だから、これはな、何をもっての心なのか、何をもっての、振動なのか、生きるのかは定義ができないですね。人によっても様々。いや、それは物質的な中の価値観に落とし込んでるから、そういうふうに人としてそれぞれってなってるだけまあで。ね、確かにそうだそね。の確物かに質がね。なかったらどうするって話になってくるんですよ。そうね。それはあるみんね。な一緒のはずなんですよ、おそらく。おそらくね。おそらく80億人はみんな同じみたいな。同じだね。物質がなかったらな。ええか？これだけは多分作られたもんじゃないような気がするねんな、俺。理屈はそうだと思いますね。そういうことになるやろ。なります、なります。すごないこれ。まあ、すごいことですよ。今日またまた口ポッカーンみたいなりすけど。これ本当にないすぞ、ご多いことだと思いますし、すごい発見だというのは事実はありますけどね。分。たでね、だ、答えがないからな。答えあるよ。何でしょ だからな、う。何でしょさっき言ったような、部品、パーツパーツっていうかな。これをこう見ていくと多分作られたものっていうのが分かりやすいと思うんですよね。人間の体っていうかな。ただ言ったように、さっき言ったように心、魂的なもの、意識的なものは、これだけはじゃあどこにあんのって言ったら、体の中に。言いようがないでしょ、みんな。多分学者でも。いや、ここです、みたいまあ、そうね。な。それヒッピがして外出せんのか、みたいな。外科手術でとかな。っていうもんでもないと思うんですわ。確かに。で、それ自体がじゃあ見えんのかと。レントゲンで。見えへんわけでしょ？見えないですね。例えば、愛ちゃんが病院行って、あなたが性格がいいか悪いかレントゲン取りますから、みたいな。でけへんやろ？ない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 
それがすごいんですわな、これ。ここなんすよ。うん、多分。で、生きる意味やった。生きる意味やんな、テーマな。でそうですか。ね。まず今のところまで理解すると、生きる意味ってさ、どうでしょうでもか。さ、でもね、まっちゃんね、今うん。の発言であった、レントゲンで取れないねっていうものっていうふうにおっしゃったじゃないですか。でも、僕から見出せれば、それを AI 使えば、ある程度測定できちゃうんですよって思っちゃうんです。その定義についてどう思います？まあ、例えば話してるこのズームの内容、話し方、口調、全部それって録画されるじゃないですか。録画されてるじゃないですか。それを文字起こしして、言語学的に、その人の特徴を文字起こしするじゃないですか。そしたらそこから引き引きされる、その人の特徴だったり、性格だったりとか、思考の能力っていうのは全部導き出されるって僕は思っているんですけど、そうなんでくると、映し出されないっていう定義が違うというふうに僕は認識するんですけど、まっちゃん的にはそれはどう思います？まあ、今言ってるのは確かにレントゲンで、目で、レントゲンで確認できないものと、その要はデータ的なものを集積して AI でこうちゃらこうちゃらっていうのは、まあ一義的にはそれも言ってる意味はわかるんです。ただですな、よね。ただこれもあくまで物質的な社会の、世界の話なんですよ。それ相手なはるほど、ああ、なるほどね。ええか？ええか？もっとすごいのことを教えたろうか？何もっしとょう。すごいもじの。ゃあ、お願いします。分析、解析装置な。もっとすごいのあんねん。ごめんなさい。はい、どうぞ、どうぞ。人間の直感ですわ。ああ、確かに、人間のうん。直感っていうのは、まあ、直感、違和感とかそういったものに関してそうそう。は、それは、直感、違和感っていうのは、この心の魂の部分の表明し合ってるから、それはそうでしょうね、多分ね。なんですよ。人間の直感が一番すごいその解析装置なんですよ、本来は。だから、それを機械に頼りすぎてるとか、物質的なものに頼りすぎてるから劣化してるって言ったら分かりやすいんですよ、人間が。ああ、確かに本来の直感で言うとか違和感で言う、その本来持ってる能力を低下させてしまう。要は、いろんな情報というか、偽物の情報を与えられてるから麻痺しちゃってる状態なの事実ね。劣化してるんですよ。それは間違ってないな。その定義はその通りだと思う。わもっかと、る。だから直感を頼らなあかんわけなんですよ、本当、本来は。皆さん直感に頼りつつ直感から逃げてる時もありますからね。要は、そうでしょ。外れた場合という部分の直感が外れてた場合のことを恐れてる人が多い。でも要直感は、以上のものはないぞ。だから直感に対して当たりの外れもないんですよ。っなていいうで僕、す。その定義なんだけど、だけど、5年前の僕をね、想像してみると、じゃあ、5年前の僕自身がまっちゃんと出会う前の僕がどうだったかっていうと、直感をしたことによって、直感で間違えるという定義があって、さらに間違えると定義が嫌だから、直感じゃなくて、要は何かの情報が入った状態を直感と誤認させてやってたところはあった。言語化すると。そう考えると、要は、なんだろう、直感に要はいいも悪いもないから、ストレートに何も受け入れない、素の状態で直感で動いた方が意外と成功するねっていうのは、わかる。だからな、成功するねとかっていうよりはな、直感の世界っていうのはいいも悪いもないんですよ。そうか、成功じゃないな。成功じゃない。直感すると自分が、生きる意味を持たせることができるのかいやいや、いいも悪いもまずないんですわ、直感というのはな。ええか？な。なるほど。ある意味感情ですからな。難しいな。そこはちょっと定義難しいんだあるな。意味感情なんです。ええかな？この感情に従ってるだけの話なんですよ。いいような方向しか行かないのよ、結局は。結局は、要は、でもそれと生きる意味って、どう紐づくんですか？え？直感っていうところと生きる意味って、どういうふうな感じで繋がるんですか？そこって理解できてないです。さあ、今から行きましょうか、じゃあ。お願いします。そこが僕、紐づかないんですよ。要は、さっき言ってたまっちゃんが言ってる直感っていうのは、僕もその通りだと思ってる。生きるっていうのはその通りだと思ってる。じゃあ、なんで、直感に従うことが生きるっていう生きる意味のに習っていくかのが全然その生きるってあれじゃん、何？ 答えが困るな。生きるって何？生きるっていうのは言葉通りだけど、それだと定義になんないもんね。生き何？るって何？生きるって何？生きるって、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 
感情がある状態？や、そう、難しい、考えすぎる。何を生きるって。毎日過ごすってこと？で、死ぬって何？死ぬってのは、魂だけになるってこと？ほんまにそんバな思っス？てるか？え？ほんまにそんな思ってるか？いや、でも、要は、よくまっちゃんが言ってる、この姿が仮初めな状態で器に入ってる状態っていう仮説なのであればよ。であのれな、ば、それは思いますけど。こういう回答の方が普通多いと思うんです。生きるって何ですかって聞かれたら、喜びですみたいな。それないな。で、死ぬって何ですかって言ったら悲しみですみたいそれないな。それはな。ないないんな。だ。その感覚はないです、それいね。や、大体こんなもんなんよ。いや、多分、それ、俺、まっちゃんの影響を受けすぎてますわ。要は、もう、定期的に、まっちゃんの世界に生き始めてるんで、僕、普通の、生きるが喜び、死ぬのが悲しみっていう定義はもう捨てましたわ。当のなるほ昔ど。に。それは最近すごく感じましたけど。まあ、現実問題な。人間の場合やぞ。動物と違う。まあ、動物に関してはそういうとこあるわな。食物なんか。木々も特にそういうとこ。石ころもそうですけどな。生きてるってあるでしょ。修行ですわ、単純に言うと。修行ね まあ、修行の定義はその通りだから、まあそうだね。もうそれやって、それなんですよ。本当にそうなんですよ。修行なんですよ、これ。ほんで死ぬっていうのはな、はい、ご苦労さんです。お勤めご苦労さんでした、みたいな。毎日勉強しろってのはそういうのね。毎日日々勉強ですよ、本当に。ええかな。修行なんですよ。ええか。だから、人間関係とか、ああじゃこうじゃって苦しまなあかんわけよ。仕事もせなあかんし。まあ、そうね。だから、毎日毎日修行というか、自分の好きなことを探求していくっていうのが、生きるんだろうね。どういうんでな、ちょっともうちょっと、分かりやすく言うとな。まあ修行なんです。でね、結局、生きるのは自分のために生きてる人ってほとんどおらんのですよ。ほまあ、とんど確かにおらんわな。全員おらんと思うわ。そんな人はまずおらんわ。おらんな。結局誰かのためとか何か、な、も、何かのためとか、もういろんな、ありとあらゆる意味で何かの役に立ってるんですよ。必ず。それは人間だけじゃないぞ。例えば、物、物質。例えば、お家とかあれやろ。いや、掃除せ、人間が掃除せへんかったら、ほころびていくからな、家なんて。ってなっちゃいますよね。小さほんくなっで、ちゃいますよね。農業も木々、まあ、森林もそうやけど、人間が何かしてきれいにしてあげんと、成り立たんのですわ。ああいうのもな。あまあそうですね。おっしゃるれ通りもですだ、ね。そうでしょ。で、おっあしゃと、る通りまあ、ですね。例えば、夫婦であったり、家族であったり、そうやもな。もっと分かりやすいから。誰かのために何かしてるわけですよ、毎日な。まあ結局そういうことですよね。そそりゃういうこそうとだなんでな。すよ。結局そういうメカニズムになってるんですよ。結局誰かのために生きてますからね、みんなね。ものでもいいですわな。結局全ては人間が何かを手を入れてあげんと、どうにもならんのよ、全部が。ワンちゃん買って散歩連れて行ったら、とか、ありとあらゆるもんですわ。だそういうメカニズムになってるんですよ。だからな、もっとわかりやすいと、自分のために生きることって不可能なんですよ。本当に。不可能。そういうふうになってるんですよ。ああ、そうね。自分のためだけに生きることは、この世の中のメカニズム的には不可能だ。誰かのために生きることしかできないのは事実なんだよね。ね、そうですですね。そうか？ですね。と同時に、自分のためだけに生きてると、多分な、1ヶ月も生きられんと思うと、人間って苦しくて。やってみたら、いっぺんチャレンジしてみたらええわ、そういう人は。まず無理やぞ。てめえ確かのために、だ何けかに。しらのためにみんな生きてるから生き生きもなるし、だから頑張れるし、みたいな感じだもんね。そうね。俺自分のためだけやったら、なんか山ん中こもって穴掘って寝てるけどな、ずっと。ああ、確かに寝ていたいっす愛わ。ちゃんはどうや？違うか？まあ、確かに、森行って、小屋にずっと寝ていたいっす。そうっすでやね。ろ？そのそれ、学校。まあ、それは自分のためって言うんで、その話は。だって結局、自分のためというか、それでなんかのんびりなんだろう、無人島に行って何も考えずに、生活したいっすね。だからそれ自分のためですよな。でもそこにもしもう一人誰かが人間がおったら、共同作業するわけでしょ？その人に魚取ってきてあげるとかな。その人に料理作ってあげるとかってなるわけや。なりますだね。けど。ってなるとこれ人のためってなってまうわけよ、また。っていうことは生きる意味になってくるんですよ。生きがいが出てくるんですよ。
あ、その人のために死なないっていう感じな、死なね。れへんわけよ。その人が寂しがるとか、その人が生きていかれへんようになるから。でも、愛ちゃんが一人で無人島やったでしょうか？穴の中掘って、無人島で住むとしようか、穴掘って。1ヶ月耐えられへんぞ、まず。確かに、気狂うで。なんで成長が止まっちゃいますよね。いや、本当気ね。狂うって。あ、キークールか。想像して3日で嫌になると思うぞ。あ、確かにな誰ぁ。かと確か喋りに。たくなると思うぞ。確かにな。こう喋ってるが生きる意味というか、俺も毎週月曜日、朝早く起きようっ多ていう意分識があな、りますよ愛ちゃね。ん無人島で一人おったらな、3日目にはな、歩いてるカニさんに話しかけてると思うぞ。カニ。あ、カニ経さん。験が、まっちゃんはそういう経験があるんですね。カニさんと友達になると思うぞ。あ、それ、すごい思うんですけど、まっちゃんが死にかけた時にそういうことをね、体験してるんですね。なるほど。だいぶ分かってきたか、見えてきたか、これ。見えてきた。見え要てきたやろ。は、まっちゃんが昔釣りのことをやってた時に何回も死ぬ覚悟があった時に、寂しい思い出た時に、周りの自然のやつが虚しいから誰かのための生きるために頑張ってやってたってことですね。なるほど。もうまた奥深いな、これ。奥深だいいですぶ。ね。ええか？はい、うん。続けますよ。はい、どうぞお願いします。だからな、一人じゃ無理なんですよ。というか、自分のために生きるということは苦しいんですよ、人にとっては。もう無理なんです、そもそもが、そんなもんは。そうだね。結局、何かのため、もののために、誰かのため、動物でも何でもええんぞ、森林でもな、木でも。何かのために生きてるわけですよ、結局は。結局は修行なんですよ。これやれって言われてるわけよ、ゲームやから。なんか、それは、じゃあ、ほら、よく言うやんか。なんか、世の中のために役に立たなあかんとかな。な、人様のために役に立たなあかんとか、なんかいろんなこと言うとおるやろ。そもそもがそういう原理やから、みんな役に立ってるんですよ、なんか。大体が。そんなこと考えんでええのよ、別に。勝手にそうなるから。そうやっだぱ、ね。それが今の社会性というかな、この物質社会の中でも価値観としてそれがええか悪いかっていうのを言ってるだけの話なんですよ。言葉で、言語で。そうね。これだけの話ですよ。単純なんだけどね。単純なことなんだけど、すごい、みんな複雑行動化してますよね。なんでそう。ですかね。なんでそんなみんな複雑行動化しちゃうんですかね。なんでだと思います？まっちゃんは。頭良すぎるから。あ、みんなスパコンなんだ、やっぱり。頭良な。すぎるんですよ。頭良すぎるんですよ。みんな頭良すぎるんですね。でもそそれのだけの頭話がで良す。すぎるんだけど、その頭の使い方が間違ってるでしょうね、多分ね。いや、だから自動計算の方の脳の頭が良すぎるんですよ。あ、だから、要こう、だは、から、なん前だ回の話ろじゃないけど、う。前回の話じゃないけど、月のあれ？方、月の作用な。月の作用の頭が良すぎるんですよ。太陽の頭の良さが悪いんだ、みんな。太陽は頭じゃないんですよ。まあ、前回の続きなんか、太陽の方は心の方なんですよ。心の方が太陽なんですよ。ほんで、頭の脳みその自動計算の方は月の方なんですよ。だこっちばっか活用してるんですよ。それは意味ないだね。こんがらがるんですよ。だから要は結局のところってこ騙しやれ、から。騙しの世界やから。だから結局のところ、使い方がみんな間違えてるんだよね。そうなんです。そういうことだよね。先に心なんですよ。だから、要は、順番がみんな逆にしちゃってるから、要は、逆になってるんここからここだからおかしくなって、ここからこっちなんだよねって話なんてことですよ。それです。わだかる？から、こっちからこっちじゃないですよ。ここからこっちなんですじゃあさ、心を潤うためにはどうすればいいですかっていう話なんですけよ。いや、ど、だから修行ですと、腹くくると。修行って言われてもいきなり修行行けって言って行けるやつなんて、いや、修行。そう、いないからね。いや、要は違う。違うって。何？みんなやってるんですよ。みんなやってるんですよ、修行なんで。これやらなしゃあないことになってる。やってない人なんて一人もおらんから。必ずやってるんですよ。必ずそうなってるんですよ。そもそもが修行やから、これ。生きる意味はな。なんか暗い話になってきたけどな。これ言われるのは分かるんですけど、だから分かるんですけど、どうも腑に落ちないのがですね、どうなんですかね、そんどうなやっきれい事の話じゃないからな。だから、綺麗事じゃないのは分かるんですけど、それはなんかね、お花畑みたいなきれい事の話しとったら、らちあかんぞ、俺は。いや、
そもそもが終了がやってる。なかなかね、要はみんな、生きられなくて、うまく生きられなくて、自分表現できなくて苦しんでる人たちが多いじゃないですか。だ、うまくというのはどういう意うまくってのは自分の素味？直に出せないと出せか、ないな。覆い隠してる状態な。覆い隠してて自分のプライドが、見てればわかるんですよ。やっわぱか親る子わでかる。もね、家何族言っでてるかも、はわかるわかうん、勘弁しろよって時もあるんですけど、でもみんな覆い隠すじゃないですか。はい、言っもってたいる。ないなぁと思って、そういう人たちはどうすればいいんだろうなぁと思って。だから言ってんが、脳の働きをちょっと抑えるんですよ。まあ、左脳右脳みたいな話で俺前が言ってるけど、今日は違う角度からいくぞ。はい、どうぞお願いします。いくで。脳の働きをちょっと抑えて、心の働きを活性化させるんですよ。心ありきでいくんですよ。今度はそうなりますよ。気楽ですよ。まあ、ちゃんとこのええとこやから。脳が頑張りすぎてるんですよ。っていうか、働かせすぎなんですよ、大体が。一週違う？間ぐらいサボった方がいいと思うんですよね。簡単やろ。なんとなく簡わか単るやだよろ、ね。それは確かに、だから、みんな、頭頑張りすぎちゃってるんですよ。まあ、そんなの AI にやらせればいいのにと思っちゃうんですけどね。私、頑張りすぎてるところ今のね。相手の質問の答え、これでわかったか？うん、わかった。簡単な話やったやろ？簡単だね。脳みだそから、使要うと。は、でもね、その間はそのまま僕は AI 活用に使えるわ。みんな脳疲れてるから、まあ、心を潤うためにも AI 使った方がいいですよ。どういった方がいいか。確かに、でもそうやると自分が今やろうとしてる解釈にも繋がってて、結局のところ、みんな頑張りすぎなんですよね。それそういをうこ自と動だ。化させればいいのにもかかわらず、みんな頑張りすぎるから、それは疲弊するし、妬み生まれるし。頑張りすぎというよりは、頑張るところを間違ってる？あーね、見え張るところにみんな頑張ってからね。違うという。脳を使うのに頑張ってんのよ。脳を使うのに頑張ってからね。あかんやろ、これ。確かにね、心を通せば、いろんなものが見えてくるのは、その通りですよ。な、ちょ、よう聞けよ。もう一回言うぞ。おかげで。心使うのに頑張った方がようないか？確かに、心を使った方が、人生じゃない、心を使った方が、楽に生きられる。んで、うまくいくと思えへんうか？まくいくしか、むくまくいくしかないから。だっないて、んですよ。もう、心がそういう状態だったら、そのエネルギーが発してないから、その人たち、その、もし来ないから。わ かったやろ、これそれはで。宇宙上の物質ですよ。それはまあ、なんかスピっぽいですけどね。スピッポないってだから、でもそれをスピだっていう人っているんですよ。もう一回行くやろ。理屈は簡単なわけですけど、で今日も、まっちゃん動画すごいとこ行くぞ、また有料い級。やー、お願いしますよ、先輩。お願いします。どもう一回有う料級やってくれ。ぞ、どうぞ、お願いほんしまま有料にしようかなとか思うけす。どど。うぞ、まあ、とりあえず出してください、どうぞ。もう一回復習行くで。ええかな？頭、脳みそ使いすぎてるだけの話なんですよ、結あ、局。それはそうだよ。オッケー、オッケー、オッな？ケー、オッケー。うなんで脳みそにそんな計算するかと、一生懸命。しょうがないじゃないですか。生まれ育ってから脳の勉強を、小学校、中学校、高校でみんな使われされてるんだから。不安やからなんさな。間違ったらどうしようとかな。こっちの方が安全違うやろからな。結局、義務教育でロボットみたいに教育されてたから、しょうがないじゃないですか。でもな、この脳みそに影響してるのは月の働きですからな。そそれ、うね。影の方へ持っていかれんのよ。本当に。いや、もうあのね、だからな、もう、行くまあぞ。ね。だから、どこまで行っても堂々巡りになるんですよ。結論出ないんですわ、脳の世界では。ええか？ええかな？太陽神の働きが脳に影響を及ぼすってことはまずないんですよ。太陽神の働きが心に影響を及ぼすんですよ。みんなうまくやろう、うまくやろうってしすぎなんだよな。逆やるんですよ、だかそうね。そうね。ら。わ かるやろ？そうね。確かにね。それね、言われてみればそうなんだけど、言われてみないと気づかないよ、みんな。もう一回行くぞ。行くぞ。心の働きの方に頑張った方がええわけですわな。どうせ頑張るんやったら。そうですね。心の働きの方がそういう教科を学ぶこともないでですからな。ね。ええか。で、例えば、じゃあ、動物に対しても、植物に対してもな。ええかな。植物に対してもな。要は、言葉持ってない。言語持ってないものね。石ころとか。話しかけることができるっていうか、こう意思疎通できるっていうのは脳みそちゃうぞ。そう心やだ。ん。これも確かに、わかるやろ。心が話しかける。だから直感として受け止まれる。だから直感力が高ければそれができる。これ脳じゃないから
脳まあ、のコ仕ロナ事じゃなね。いからな。コロナね。ええかな。でね、で、その心の活躍って心を頑張らせるやろ、もっと。味覚やろ。ああ。自分の周りとか世の中とかどうなる？よくなりますよ、それは。良くなるしかないやろ、もで、心が豊かになってれば、心に闇があれば、それは、だから、早く気づけよって感じになりますけどね。でもさ、なかなかさ、じゃあさ、まっちゃんさ、あくまでほら、娘さんとかもそうだし、長男さんも、福君もそうだけどさ、結構やっぱり頭で考えちゃうじゃん、あの子たちも、どっちかっていうと、見てて話してるとすごく感じるんだけどさ、頭で考えてるなと。で、彼らにさ、心で通わせるようにするにはどうすればいいと思う？まっちゃん的に。こっち、何か心を通わせるようにするとかいうのは不可能なんです。そもそもさっき言ったようにな、人が人をコントロールするって無理なんです。あ、それは100%無理だよ。それはそうだ。自分がそうするしかないんです。うん。自分が心で動いてる人やったらええわけ。心が頑張ってる人やったら相手もそうなの。そうせざるを得んのですよ。そうね。なんでか言うか、言葉通じないんですよ、その人に。うちの子供、俺に言葉通じひんのよ。言語が通じひんって分かりやすいっすわ。もっと言うたら、言語までいかんかっても分かりやすいだ、理屈が通じないと。あのお父さんは。あの親父が何言っても無駄やと。分かる？こんな感じ。抹茶の完成だ。分抹かる？茶のメカニズムじゃないですか、それ。分かるやろ、これ。分かるやろ。わかる。通常の戦略が抹茶に効かないもっから。と分かりやすいと、あの人には理屈通用せえへんというふうに。天才バカボンじゃないですか。何言っても無駄やと。天才バカボンじゃないですか。もはや、リアル版天才バカボンじゃないですか。何やったっけ、今日テーマとしてずれてきたな、テーマから。生きる生意き味る意味な。ですよ。うん、こういうことですよ。間違ってないですね。これうん。は楽しく生きる方法ですわ。これがいいですね。なんで伸びでこんな生きる意味っていうのが出てきたんですか、でも。どういう伸びで、はいじゃん。はい。見てる人もそうやけど、生きる意味分かってきたよ、これ、だんだん。まあ、分かってきましたけど、なんでこれが伸びからで生きる意味が出てきたのかよくわかんないです。こういうことをしていったらね、良くなるし、気が楽になるし、楽しくなるし、死ぬとき楽しくなるぞ。言っとくけど、はっまあきり言って。ね。うん。やっ死ぬぱときり、な、死ぬとき嫌だ嫌だってなれへんぞ。ああ、やっときた、みでたいな。は、結論的に言うと、要は頭で考えるんじゃなくて、心に思った通り動けってことでしょ？というか、心の働きを軸に置いた方がええって、頭はあんま使わん。だから、さっき言ったら頭良すぎるんですよ、みんな。考えすぎてんのよ。確かにね。違う？わかるやろ、それ。まあ、確かに、日常生活においても、みんな、頭を使って生活しちゃってるから、オーバーヒートしちゃってんだよね。だから、そう。少しでも冷やさないといけないんだよいや、ね。もう焦げてるんちゃうかも。もう焦げてると思うぞ、もう。通り越して。確かに、東大生とか早稲田とか見れてると、みんな頭使いすぎてハゲてるというか、もう湯気が出てますね、みんいなや、ね。湯気を出たのを通り越して、もうなんか湯気出たの通り越して止まってる。困ってるか。停止状態。なるほどな。停止してるんですよ、もう。なるほどな。そやろ。だからな。まずは、先は心なんですよ。頭じゃ脳みそじゃないんです。脳みそじゃなくて心ね。イエス、特に心心ね。なんですよ。イエス、イエス、イエス、イエス。そこを理解せんとどうしようもないんですよ。そうね。霊主体重って言ってな。そうね。まあ、まあ。霊的なもんが先にあるわけですよな。なんか魂やけどな。生きる意味イコール心から脳に行けという意味で覚えればいいですね。霊主体重って覚えといたらいいですよ。魂。霊主体重って何だっけ？まあ、ゆっくり調べて。うん。はい、わかりました。霊主体重。霊が主やな。霊が主体ですわ。なんで、体は追従してくるってことですな。霊主体重と。わかった？今調べてます。な。霊主体重は人間の本来の、本質的生き方に関して重要な概念です。この考えについて主な特徴です。人間、精神と心を肉体から成り立っている。魂が、
主で、体が器であるという考え、目に見えない立体的な世界を第一と有する生き方。心や精神を重視する。行動や定義や目的を大事に大切にする。霊感や直感を重視する傾向がある。愛や思いやりを中心とした生き方になる。なるほど、そうです。そうです。なるほどね。これが生きる意味ですわ。なるほど今読な。んだが、あなたが。なそれだけのるほどな。いい。話ですよ。ようなるほどな。まとまったよ、今日。まとまりましたね。やっぱり心次第で変わるということですそね。ういうことです。そうですね。もう心次第で目の前の人も全体も変わると。いうことです見ね。える世界が変わるよ。まあね。みんな理屈で考えちゃうんですよね。確かにまっちね。ゃんシリーズ好きな人は今日また喜んでるよな、向こうでな。確かにええぞーって言って。おっすげえぞみんな金になって、心でやろうとしないからうまくいかないんだよな。ーって。いや、もったいうないまくな。いくとかいかないっていうよりも、ええかな、もう一回いくぞ、おさらい。さっき言った頭、脳みそがやってる、そのさっき言った物質的なもので、くれ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 になるやろ？終わらないんですよ。ずっと堂々巡りなんですよ。そうだよね。終わんないんだよね。だから無限ループ意味だがかないら、んですよ。そういう人をさ、なんとかして救い、あの、なんか上に上げさせわかるる。やろ、言ってんの。わかるから、それをね、永遠に止まらないんですよ、それ。それを止まらせてあげたい、お手伝いをしていいんですけど、どうやったらお手伝いできますかね。霊主体重ですって教えたれ。はい、わかりました。もうなんか最霊近す主。げえ感じるんですよ。本当にみんな頭良すぎると、頭でみんな考えてる行動するあれからじゃあ、あれ、さ。なんか、霊主体重って書いた T シャツ、ここに書いたやつ作っといたいねん。で、見せたい。これですよ、これ。これになってますかって。もうちょっとみんなさ、なんだろうな、本当思うんですけど、心の寄り添いでなんとかしないといけないのに、うまくいかないのにさ、みんなさ、理屈で言ってくるから、俺もなんか最近、と思って。なるほどね。わかるやろ？ありますよ、ってこな、と。だからな、ものすごく単純なことなんです。というか、そもそも我々にはそれが備わってるんですよ。元から。そうそのだ備わってんのに、ね。ええかな、皆さん。備わってんのに使ってないんですよ。もったいないことに。なんで使わんの？みたいな。思わ根本的な理屈って、これでん？す。確かにそうだね。心より脳の方が大事だと思い込んでるというかな。面白いのこれ。面白ないかこれ。面白いのほんまに冗談抜きで。白いというか、基本だよね。そう、大事な基本が抜けてんのよ。もはや、今の話聞いてて、すごく感じるのは、生きる上の基本中の基本の、その手張りの手段だけど、みんな、他の方を頑張りすぎて、応用を頑張りすぎちゃって、手を守れてない気がする。これね、備わってるんです、そもそもな。そもそもは、でだって、な、子供がそうだもん。3歳ぐらいまではそうやって生きてるんですよ。そう。小学生がそう、小学生でもそうですよ、ま小だ。学生はね、ちょっと違うんですよ、もう。要はもう、言語を話せるようになったらもうダメ。ダメというか、ちょっと脳が勝ってしまうんですよ。言語を持たない状態では、こっちこういう状態になってるんですよ。そうやろ。うちの息子がそうだ、次男がそうだ。それがだんだんな、勉強するからおかしくなっていくんですよ。やっぱり勉強ダメじゃないですか。お、学校教育の勉強。勉強ダメだね。勉強ダメよ、あれ。本当にもう。なんでかやったのか、勉強。脳みそばっかり使うからなんですよ。脳教育だよね。やろ？脳みそばっかり使うわけでしょ？ほんで、月の作用が働いてるわけですわ。騙しの世界ですから。嘘ばっかり教えるわけよ。確かに、嘘が現実になるって本もありますからね。いや、だから、今現実、嘘が現実になってんのよ。勉強があるから。違う？確かに。な。でね、言ったでしょ？今、その勉強があるでしょ？でも、この勉強が、果てどうなんっていう思える心？やこっれぱ大り事なんですさ、あよ。れですよ、思ったんですけど、本来の頭の地頭って言うじゃないですか。地頭がいいっていう人の特徴って、心が豊かになってる人がそうだと思うんですよ。解放してるんです。わかりやすいのか？だから地頭が良くなるんですよ。そうなんで単すよ。純にそれだけだと思う。素直なんです、心が。だから心が素直だからすぐいろんなものを受け入れるから、だから地頭がいいから頭の回転力が数倍より上なんですよ。
だほんから何で、でもできちゃうんですよ。心が素直な状態で脳を使うやろ？はい。右脳を使うんです。左脳よりどちらかというと。は右脳の方を優位に使ってるんですよ。左脳という理屈じゃない世界の方が。いはいはいはい。はいはいはい。だから、どうしても答えというか導き出すものが、世の中と違うものになってくるんですよ。逆になってくる。ああ、なるほどで、ね。逆になるやろ？今度。う逆になるとどういう現象が起きるかって言ったら、少ん。数派になるんです。うん。うん。で、少数派になるとどうなるかって言ったら、資本主義の世界では勝つ方になる。なるほどね。わかった。いくつは分かった。うん。理解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 。だから、左脳っていうのは、集団洗脳装置なんですよ。ああ。わかりやすいやろ。結局そういうことだよね。だから、今日も言うぞ。素直はい。になれと。確かに、結局、素直が、あ、忘れとったよ、ん？今日。物好きの皆さん、こんにちはっていうの忘れとった、今ああ、元日。月の皆さん、今日はありがとうございました。って感じ。もう終わりや、これ。もうあともうちょっ忘とれで終とわる。りです。どうや、物好今日きの皆さん、今日のテーマは生きる意味だったんですが、結局心を通わせ、心が重視だよっていう結だ論でしから、た。テーマの生きる意味っていうのは、はい。こういうことやと思うぞ。まあでも、確かに、その通りだね。もう、そう。グーので、もう、グーの手が出ない感じ。こうそいのうこ通りとやと思ね。うぞ。その通りうん。っね。そうね。ていうん。うことは単純やろ？単純、うん。単純うん、明快。誰にでも備わってるし、できること。うん、でも、できるんだけど、みんな、脳を使いすぎちゃってるよ。あとは知るか知らんかだけ。ここで知ってしそうまったらもね。う終わりやろ。まっちゃん動画見て知ってしまうと。そうね。もう、気楽だしね。多分こだから、れ見てる人で、毎回見てる物好きの中の人でな。もうこういう感じになってる人っておると思うんですよ。結構。結構おると思うね。毎回見てる人はな。うん。まあまあまあ。そうなのよ、まっちゃん。私すごく気楽なのよって。まあ確かに僕が急成長できたのはそこで出すわ。私なんでこんな気楽うん。になったんやろか、みたいな。いわゆる、じゃちょっとその論理的が好きな人に解釈すると、要は、心が豊かになれば素直になると、素直になると、今度はスポンジみたいになるので吸収力が速くなるんですよ。早くなるから、結局のおのずと自己成長が早くなるんですよ。早だっくてなそれる。は脳使ってないから受け入れちゃうからね、心がね。だからそういう理屈だから、本当に急成長したい人は、もう早くさっさと心を豊かにしろって話ですよ。で、全部がうまくいくようになるんです。もうだから意外とやっぱりその瞑想だったりとか心を豊かにする手法っていうのは、多く取り入れた方がいいと思いだましからた。先に心なんやって なんでそれ学校で教えへんのかみたいな。これだって学校で教えちゃったら、働く人いなくなっちゃうじゃないですか。俺がこの先生とこういうことを教えるけどな。だから働く人いなくなっちゃうじゃないですか。だから、働いてほしい日本だから義務教育として、洗脳せ、俺がこの先生になった生徒の偏差値一向に上がらんみたいだから、要は、学校教育が生まれたんでしょ？要は、洗脳するために脳を使う洗脳集団を作るために、でも実際それだけやってたら金稼がないし、自分が豊かにならないから、行き詰まあ、まるんですよ、だから、みん結な洗局脳は。されちゃったんだよ。もう。だから、もう限られた人がそれが分かって、なんで自由にできればいいんじゃないですか。もう、そういう社会だから、もう限られた人が選ばれた人しかなんない方の方がいいと思いますよ。もう分け本当にあたれと思やう。ろ、嘘ばっかりやってるやろ、嘘ばっか教えてるやろ、ほんまな。まあ、それは、ほら、それは、僕、声を上げる気もないので、いいんですけど、まっそこちはゃん動どう？画ってでもこの真実を言うからええよな。そこでね、声を上げたとしてもね、変わんないのがもう目に見えてるんで、もう目の前の人だけ変えようかなっていう感じですよ。うん。まあではも、い、この動画シリーズはな、おっちゃん動画シリーズははい、な、はい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 。結局身も蓋もないような話になってくるんだよな、最後。まあ、本身体のや蓋ねん。というか、簡単すぎて。簡単すぎて、こんなのでいいの？って思うんですけど、こんな風にいいのをみんな分かってないから、難しくしちゃってる部分はあるんだと思います。やっぱり脳の力によって。本来は、心と心を向き合わせて、頑張ろうね。ってことだけで終わりなんですけど、それが、頑張ろうねっていうことができないので、それはうまくいかないよね。よかったな、今日も。勉うん、強になっよかった、て。よかった。僕のコンサル生に伝えときますわ。もう心で動けと。もう今回はね、心でとりあえず AI も理屈で考えるんだ。心で動け。そしたら勝手に AI が
知り合ってくれるよ、脳の代わりに。っていええうかな。な、解析になったわ。まあ、今日これで最後になるけど、さっき言ったあの月の作用がある、その脳やな。特に左脳の方が。これで生きる意味というのを、今日動画最初始めたときにな。頭のな、この脳みそで考えても分からんでしょ、実際。分からんかった。ですね。全く分からなかったよ。な、冗談抜きで。でも、今、心で考えるというか、心の話したやろ。これ分かるやろ、今度。生きる意味が。そうですね。すごい、面白いやろ、これ。本当面白いと思いうのか。やー、もう理屈は超おもろいから。この通りだと思そういうことなんですよ。います。面白いメカニズムやいやー、で、こもうれ。生きる意味で確かにこれ友情を切ると。これ10万取れるわ、普通に考え俺て。もほんまにもう、有料にしようかな、これもう、ほんま。いいんじゃないですか。でも、抹茶は有料にしない方が抹茶的にいいと思いまあ、ますするよ。気ないけどな。続きないでしょ。でね、最後、これで終わるぞ。お願いし今ます。度、ここを分かると、次、心で生きる意味を分かると、心で死ぬ意味が分かるようになるんです。じゃあ次回それにしましょう。そっちに、それでいくか。次、だから、心で死ぬ意味ってこと？今回あんなテーマ、生きる意味やろ？次回は死ぬ意味でしょうか、テーマ。わかりました。それも面白いですね。な、それでいくか。お坊さん系？わかりました。じゃあ、死ぬ意味ですね。ちょっと書いてみますこれね。まあでも、まーちゃん動画ちょっと見てるとって、どう思ってんやろな？お坊さんみたいに思われてんのかいやー、不思議な人だと思われてんじゃないですか。な？えいわゆる宗教でいう宗教のボスじゃないですか。金融経済、世界情勢じゃのこと言うてると思ったらお坊さんでしょ？それは、わかんないですけど、とりあえずそんな感じで。やっぱでもあるかな？不思議な世界なんかな？やっぱこれ。不思議な世界なんや。不思議な世界では変わりない。いや、でも、それをちゃんと論理的に説明してわかりやすく解釈してるからさすがだなとは思いましたけどね、そこはこね。れでも全動画まとめた一冊の本、分厚い本ですだ、やん、なこれ。るって。すごこいれな。全部文字起こしたらなるって。やっとって。電やっ子、と電子書籍化しますかね、これをね。って。ほんま。愛ちゃん仕事でやったよね、仕事でな。考えておいて。わかりました。すごい本できると思うぞ、これ。哲学書。それはちょっと今いろいろ考えてみます。ちょっと、わかりました。OK です。とりあ、であえず、も、まあでも動画って残ってるから便利よな。これ、の、な、AI に読み込ましたらええねんかな、これ。とりあえずそんな感じで、終わりたいと思いますので、よろしいですか？はおい、後そがうよろしいようだ。じゃあで、次回死ぬ意味で。死ぬ意味で、わかりました。じはい、ゃあ、そお疲れ様ら。です。